悶絶で痛い三つの部、人を痛め続けて25年、本気で痛い覚悟決めた人は概要欄、悶絶で痛い楽しんで。今からお尻触っていきますね、はい、お尻ってね、頭からこう神経が出てて、お尻の疲れを腰の疲れとか背中の疲れとして頭が間違えてしまうことが多いんです、はいはい、なのでね、しっかり緩めていきます、はい、で私がわざわざ説明したってことは、はい、そう、めっちゃ痛いんです、ね、分かってきました、ちょっと始めていきます。おはようございます。こんな感じで悶絶整体のね、臀部、まあ、お尻のね、腰痛の場所がね、始まっていくわけなんですけれども、ここの場所っていうのはね、やっぱりね、皆さんね、よく疲れる場所なんですね。特に左側、今押さえてる場所、梨状筋になりますが、この梨状筋っていう場所がとてもね、硬くなってしまってね、腰痛、膝痛、足の冷え、便秘、むくみなどなどにね、かなり効果的です。あとね、足が上がらないとか、そういったところでもね、めちゃんこね、効くところですね。で、今ね、肘を使って梨状筋の奥、大臀筋とか中臀筋、小臀筋、梨状筋全部抑え込んでいってますが、ポイント的には大腿骨の大天使のあたりの、もう本当に梨状筋でございますね。そこをね、グイ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 と押さえていってます。でこれはね、この絶妙な角度はね、痛いんですよ。ピンポイントでね、押される梨状筋の場所っていうのはね、とてもやはり痛くて、でここが取れていかないと、やはり腰痛、特にね、しつこい腰痛、なかなか取れない腰痛っていうのはね、この場所なんですよね。ですからね、この場所をね、しっかりとね、緩めてあげて、痛いと言われても斜め上、内側に入れていくこと、そう、それがね、やっぱりね、とってもね、必要で、力を入れてね、ぐー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 っと入れていきます。でこのね、お尻のところというのは立体にできているので、結構ね、抑える方法としてもちょっと実は難しかったりするんですね。で細かい部分になるんですけれども、細かい部分は親指による梨状筋アタック、もう梨状筋のね、本当にね、恥骨との、恥骨じゃない、あの大腿骨の骨と、あの骨盤との付け根のあたりをね、本当に梨状筋アタックですよね。ピンポイント梨状筋アタック、このピンポイント梨状筋アタックとってもよく効くんですね。で今度反対側行きますよね。いや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 、何言ってるんですか何を言われてるんですか。反対側、右側も痛いんですけどね、この痛い場所っていうのをね、しっかり緩めておいてあげた方がいいです。でこれ人によってね、右側が痛かったり左側が痛かったりすることっていうのはやっぱり違うんですけども、その方の過ごし方であったり、座り方、仕事の仕方などなどなどによって変わってきます。で今ね、この動画をね、作成してるシーズンは冬なんですけれども、冬の場合はね、もしね、椅子にお座りの仕事、座る仕事、運転する仕事なんかね、の方はお尻を温めるというふうな、ホットカーペットの座布団型みたいなのをね、使ってあげるようにすると、それだけでもね、かなり改善しますので、やってみてください。でもしそういうのがね、使えない職場、立ち仕事で使えませんというのであれば、お尻のポケットのあたりに貼るカイロを、両側1枚2枚、右左に貼ってあげること、そして絶対やってほしいことは、タイツ、ヒートテックとかモンベルのメリノウール、私おすすめなんですけども、そのメリノウールとかをの、タイツを履いてあげるだけでね、劇的にね、痛みっていうのは減っていきますから、やはりね、昔の人が残した言葉、ことわざ、図鑑即熱ということはね、やっぱりね、昔の人偉いなって私は思っております。何確認を動画でも痛いよってあんだけ言ってるのやはり硬い場所方なので、この場所、腰痛とかね、本当に腰痛の方はね、この場所が硬くなっちゃいますから、そこをね、やっぱりね、指も使ってしっかり緩めていく。でこの指もしっかり使っていって、そのピンポイントで梨状筋を攻め込んでいくっていうことが、やはりね、とても重要なんですね。そのね、両方をやらない限り、なかなかお尻から下、腰痛とか、あとここの部分が緩むと背中の方も緩んでくれますから、そういうふうなこともね、含めた上で、お尻、臀部ですよね、この大臀筋とか梨状筋、もうこの辺りしっかり緩めないと、あまり、ね、体に対してね、効果がないっていうことになってしまいます。なのでこれをやってくれないからって言ってね、東京とか大阪、岐阜とかいろんな地域、大分とかね、
沖縄とかいろんな地域から皆さん来ていただいてますけれども、やっぱりねこのねしっかり押さえてくれることはないからっていうので来ていただいてるみたいです。以上、門前整体三つのでした。